先,週は先々週ネットワークセキュリティの話をして先週はまあネットワークと連続した感じで無線ネットワークのセキュリティの話をしていただいたと思いますね。で今日はその続きで Web の話になると思います。今日はえそれでえっと重要なあの 概念がいくつかあってまずいろんなあのややこしい原因、まあ、ややこしいというか原因になっている HTTP のステートレス性っていうのが一体何なのか理解しますで,後であのでステートレスなマクドナルドとステートフルなマクドナルドの話をしようと思います、はい、でその後クッキー、えー、皆さんのブラウザにも必ず入ってます、はい、皆さんのコンピューターに入っているクッキーが一体何なのかっていう話でそして、えー、あとぜ脆弱性の あの脆弱性に対する攻撃 SQL インジェクションとクロスサイトスクリプティングとクロスサイトリクエストフォージェリーこの3つの話をするんですけど課題としては SQL インンジェクションの課題を出そうと思っていますでアウトラインはこうなっていてえっとまあもしかしたらね情報学あの情報の専門家じゃない人もいるということでウェブの基礎的なところから始めて。 えまあ脆弱性の話までいくということにしたいと思いますはいえー、っとそしたらちょっとまあ一応前提としてちょっとお伺いしたいんですけどあのウェブの,あのウェブサイトのソースを見たことはありますよねみんなね多分なんか「ソース見てみ」とかって言って「コントロールプラス U」とかってやったらなんかガーッと HTML なんたらかんたらとか見たことありますよね だ大丈夫ですよねそこははいじゃあまあじゃあじゃあだいぶいいと思いますでウェブなんですけど、あのー、語源はさまざまなウェブサイトが世界中にこの網の目のように張り巡らされているというところから来ていますで僕がいつも、えー、よく見ている「カイダプロジェクト」っていうところで可視化されていて、えー、例えば これちょっと見えにくいですかねこれはあのコードレッドワームが世界中のウェブサイトに感染した時のデータを可視化したものですね。はい、で感染したウェブサイトがこれだけあるという感染したウェブサイトを有効グラフにしたものを可視化したという形になります。リリンクをクリックをッして 見てください。で、あの多分あの研究室でサーバーの管理者とかやっている人とかは、えー、トラフィックをなんかあの可視化する R-RD ツール、ラウンドロビンデータベースのツールを使ったりしてるかもしれないんですけど、それもこのプロジェクトの、えー、成果になっています。まああの取りも直さず世界中にあるというそういう話です。で、あの2013年に 世界初のウェブサイトが公開されてから20年経ちました、まあえーとまあ、皆さんより若いですよね多分多分、はい、でこれウェブサイトの歴史があの書かれているわけですけど1993年の4月に、えー、ウェブサイト初めてのウェブサイトが世界に公開されたという話になります20年前からです で一番古いウェブサイトは、ちょっとまあこれ、見えにくいので、そうですね、今でも保存してあって、あのえっと多分ユニックスサーバーには必ずあの、LINX っていうあのウェブブラウザが入ってます、テキストベースのこういう。 でそれによるとあの最初のウェブサイトはこういうふうになっていて、まあ、これはハイパーメディアなんだとかどうのこうのとかって書いてあって、えー、テキストだけですあの絵はありませんでしたでこういうのから初めて、えー、20年経っているという話になりますねでもう皆さん知っている通りウェブの特徴はあの相互にリンク、えー、ハイパーテキストだとそれをインターネット上に持っていったものだと。はいで え成功した要因としていろいろあるんですけどとにかくシンプルであるっていうのが非常に大事で,、えっとそうですね、インターネット黎明期の時は相互リンク受付中とかってなんかバナーが貼ってあったりしたんですよ、はい、それはつまり、えー、ウェブ自身は相互のリンクっていうのはないんです基本的にはアンカータグで単方向にリンクを貼るっていうことしかできないですよね、はい、あとは分散システムです集中システムではなくてクライアントサーバー のえー、システムでであるとということですで今さっき聞いた通り HTML だと、はいえー、1位のロケーターがある1位のアイデンティファーでやれると URI ですねであと HTTP とプロトコル <laughs> HTTP のプロトコルはこの後、えー、少しお話ししようと思いますでえー、っと YouTube にこれまでのウェブをまとめたものがあるので見てくださいちゃんと見えるかな はいはい、テルネット、どうのほうの昔はテルネットで見ていたという話ですね。こういう感じで見てで僕は学生の時にモザイクブラウザというのがありました、はい。HTML タグを見るという話です。90年代後半はなんか、えー、ウェブサイトのリンク集とかっていうのを作るのが流行ってました、本当に。はいはい、で、グーグルができましたと、はい。で、徐々にデザインと内容を分離するという。 話もできてきたと、はいはい次あとでお話しますけど Ajax、はい JavaScript で、えー、クライアント側でさまざまなことをやるというのも進んできました、はいはいも、は、う、い、Ajax ですよね、はいはいこれレンダリング HTML5 でレンダリングしていると、で今はスマホだと、えー、これはあのあれですよね。 レスポンシブなユーザーインターフェースの話だと思いますね。最後はなんかちょっとこう宣伝っぽい感じなんですけどゲームもできますと HTML5 で。っていう感じですね。よくまとまっていると思います。 じゃあこれのベースになっている HTTP についてちょっと技術的な話になりますけど解説していこうと思います HTTP はハイパーテキストトランスファープロトコルでこの名の通りハイパーテキストを送信受信するためのプロトコルです具体的にはんか誰かの自己紹介のウェブページがあったとしたらそれはウェブブラウザが クライアントとなってウェブサーバーに対して HTTP でこのウェ,ブウェブサイト、ウェブページをくださいというふうに言って何が来てるかというと、えー、HTML のソースと画像が来てそれをウェブブラウザがレンダリングしているという話になります、はいで。ウェブサーバーで一般的なのは a p a チ c h とか Windows だったら II ですよな、はい。ウェブブラウザ、クライアントです。クライアントはインターネットエクスプローラーとかサファイこれはもう皆さん使っている通りです。まあこの 仕組みはもうそんなに難しい話ではないですね。でこれをこの通信をどうなっているか見てみたいと思います。ちょっとすいませんワンクッション挟んでしまったんですけどすいませんはいプロトコルを詳しく見てみましょうと。 いう話ですねでちょっと分か,りあの分かりづらいかもしれないんですけど、えっと、プロトコルは階層構造になっています階層構造になっています今 HTTP のパケットを除いている感じになりますでまあ,あの一番上はこの物理層のパケットなんでまあこれは見ないということにしてえっ、ー、と。 ここは IP のプロトコルなのでここも見ないということにしてはいえでここで HTTP って書いてありますねえっとソースポートは337これブラウザの,あのクライアントの方う任意のポートですねでサーバーの方は HTTP80 番のポートで通信しますで HTTP はここに書いてある通りえトランスミッションコントロールプロトコル TCP の中に入っているというふうに考えればいいです TCP の中に HTTP が入っているというこのような感じになっています。で、またあの、えー、これ後でワイヤーシャーク使おうと思います。で、何が言いたかったかというと失礼、もう一度。えっと、ちょっと待ってくださいね。 HTTP バージョン1.1って書いてあったはずですちょっとあのもう一度見ようと思いますがでブラウザからは HTTP のリクエストがあってウェブサーバーからは HTTP のレスポンスが返ってきているという形になりますでブラウザからは任意のポートで通信してウェブサーバー80番のポートという話になっていますで今言った通り、えー、HTTP は TCP にラップされて TCP は IP にラップされてっていうこのような階層構造になって いるというのをまず、えー、理解してください。で、このことによって何が嬉しいかというと、えっ、ー、と TCP は TCP のことだけ考えればいいし、HTTP は HTTP のことだけ考えればいいっていうことになっています。次々とこのマトリョシカのように、えー、ラップしていくという形になっています。はいで具体的にはこうなっていて、先あのワイヤーシャークで見たような感じです。IP の下に、えー、HTTP があるというような形になっています。はい。あしで IP は IP が TCP をラップするような形になっていますね。はい、で、えー、ウェブブラウザとウェブサーバーは TCP で、えー、接続しています。で、TCP は一体何をやってるかというと、メッセージが消えたりとか、分割したときにそれをつなぎ直したりするっていう形になります。で、これは非常に大事で、えー、っとパケットが細切れになってるわけですね、TCP の。TC P の TCP の場合はでそれを、えーえー、TCP のプロトコルスイートがお互いに、えー、関連順番をつけてつなぎ直すっていうやりことをやっています。で、えー、さっき Web サーバーの80番というふうに言いましたよね Web サーバーの80番で、えー、接続します。で8えー、つまり h t t p www 京都 u a c j p なんですけど80番というのが隠れているというふうに考えてください。 で HTTPS の場合は何番かっていうのは知ってますか。はい。HTTPS の場合はここが443になっているはずです。で、えー、このあたりは Unix、えー、で Unix、えー、に限らず、well-known ポートと言われていて、Unix だとエトセ s e r v i を見ていただくと、えー、何番にどんなポートがあるのかっていうのが書いてあります。えー、そうですね。皆さんの MacBook Air でもあの、えー、あると思います。ので、見てみてください。 HTTP は、えー、ウェブサーバーとウェブのクライアントでどんなことをやるんでしょうかという話なんですけどえっとメソッドはやっとしかありませんで主に使われているのは、えー、上の6つです、はい、何かをくださいというゲット何かを作ってくださいというプットもうほとんどでもゲットとポストプットとかで間に合うという話なんですけど、えー、他にもヘッリソースのヘッダーだけを取って、えー、トラフィックを増やさない。 どんなメソッドを返してくれますかっていうのを取得したりっていうメソッドもありますがこの8つのメソッドに限定したことで Web が非常に発展したというふうに言われていますだってあれでしょ Java の構造体とかクラスメソッドが8つとかどんな少ないとか思うじゃないですか HTTP8 つだけなんですよ これこれがウェブが成功した一つの要因だというふうに言われています。例えば、えー、ユーザー検索サイトっていうのをちょっと考えてみます。このこのように、これは一体どういうものかというと、HTML が HTML で作られたこのようなページがあって、これはあの。 ここにユーザーネームを入れて検索するっていうふうにすると、えー、このユーザー名ユーザーはいますっていう答えが返ってくるっていうようなウェブサイトではい、検索結果が返ってくるというような形ですでこれはつまり、えー、ユーザーネームをここに入れて検索することで、えー、検索するリクエストを HTTP でやって ウェブサーバーの方はそれをまた HTTP で返してくるというような形になっています。で具体的には、ちょっとこの一応、一応この説明ではですね、この説明では、えー、さっきのユーザー検索サイトの HTML ソースはこのようになっていまして、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、えー、このあたり決まり文句なんですよ。で、フォームアクションなんたらかんたらって書いてあるのは、えー、ここにサブミット、バリュー、検索っていうところ、ここがあのボタンになっています。 でこのボタンを押すと、searchPHP っていうのを呼びますというやり方です。えー、もう一回です。ここに、検索っていうボタンを押すと、searchPHP っていうプロ、えー、スクリプトを呼ぶというような、えー、ソースになっています。そして、えー、こ,このインプットタイプ、テキストネーム、ユーザーネームっていうところはどこかというと、もうまさにここ,こです,ここです、えー。ではもうちょっと言うと、えー ここに入力されたテキストはユーザーネームっていう名前の変数に入るという話になります。はいえー、つまりここに入れたここに何かを入れてプスッと押すとユーザーネームっていう変数でウェブサーバーの方に送りつけられるっていうそういう話になります。えー、じゃあフォームに まあこのように入れてサブミットするとどうなるかというとどのようになるかというとちょっとこれは今この説明のためにゲットメソッドでやっています、ゲットメソッドこれ、今さっきやりましたね8つのメソッドのうちの1つです、ゲットメソッドでやると、サーチ PHP、はてなユーザーネーム、これよこというふうな形でウェブサーバーの方に要求が行くということになります。 ことになりますでこれ後で説明しますけどこれはあくまでもゲットメソッドを使ったときにこのようになります。<laughs> でこ,こういうのって見たことないですか,なんかはてな,なんたらかんたらとかはてな,なんとかかんとかこう,こういうのがぐわーって長いの見たことないですかありますよね絶対ありますよ、はいこ。こういうの。検索したときに ちょっととこれ見えにくくいいまたヤフーかで検索してみてみださいこ京都ユニバーシティって検索したときにねどうなってるかっていうと「searchyahoocojpsearch.p= 京都プラスユニバーシティ」って書いてあるんですつまりこれは検索文字列が「p」っていう変数に京都とユニバーシティというこの組み合わせで入ってるっていうことなんですね。はいえー、ということはですねということは これはつまりた例えばですよ例えばここから下がなんか黒く塗りつぶされてるとしてもここから下が黒く塗りつぶされてるとしてもこの URL を見たらこの人がこれを検索したということが分かるってことですよね。はい、これゲットメソッドを使っているんですね。ということは、えー、もちろん、えっと、Yahoo! の ウェブサーバーの管理者は、えー、サーバーのアクセスログからっていう話をその次するはずやな多分はい、えーはい、なので、えー、ですので何が言いたいかというとこの「はてなマーク」以降のねこの文字列のことを「クエリ文字列」というふうに言っていますクエリ文字列でこの「クエリ文字列」はもう皆さん察しがいいから分かっている通りインターネットを流れますね HTTP って書いてあるので暗号化されていません、はい、なので盗聴される可能性がありますというかさされます盗聴できますで次、えー、平文で流れていますのでこれを一旦ぷイッとあの奪い取って、えー、書き換えてヤフーにもう一回送りつけるっていう、えー、中間者攻撃もできてしまいますのでえー S. S. L. とか T. L. S. で保護するのがいいでしょう。という話です。はい。で、S. S. L. とか T. S. L. で。保護したとしても。 通信先のウェブサーバーバには記録されてますなんでかっていうと、えー、暗号化するっていうのはエンドトゥエンドで暗号化するんであって、エンドえー、つまりその、えー、ウェブブラウザとウェブサーバーの間の通信路は暗号化されてますけど、結局、サーバーの方では暗号化を解いて検索してるわけですからね。なので、通信先ウェブサーバーにはもちろん記録されています。えー、つまり、エンドトゥエンドでは、えー、記録されています、えー。つまり、通信先ウェブサーバーと エエンンドドトゥかからウウェブブラウザのキャッシュとか履歴には記録されていますでもプロキスサーバーとかファイアウォールには記録されていないだろうとこれはあの、えー、機器によるんですけど普通は、えー、記録されていません、えー、もちろんプロキスサーバーの管理者とかファイアウォールの管理者が秘密鍵をあの入手したりとかしたら別ですよ、えー、で今の話はいずれにしても、えー、っとこのゲットメソッドを使って でやった時ねゲットメソッドを使うとこの検索文字列が URL に行ってしまうんですね、えー、なので、えー、もし機微情報何かユーザー ID とかパスワードとかをサブミットしたいときにはゲットではなくてポストメソッドを使うといいと言われていますでポストメソッドを使うとどうなるかというと、えー、ポストメソッドを使うとどうなるかというとあの、まあ、こういうふうにはならなくてこういうふうにはならなくて つまり URL には入らなくて HTTP のリクエストボディの中に入ります、あのこのようなクエリが、はいえーが。ということです。はいえー、なので、えー、なつまりなんかゲットとかポストとかっていう話をしたんですけど要するに何が言いたいかというとあのサブミットしたときにどのようなあの動きをしているかというのを大まかに理解していただきたいという話になります。 えじゃあこういういろんな検索サイトとかを実現しているのウェブアプリケーションサーバーというふうに言っています。でいろんな実現技術があります。まあちょっと大学の人だとなんかねえっとまあなんかパールとか PHP とか使うんですけど、世間ではそんなあの世間ではというかあのミッションクリティカルなシステムを使うときには普通は Java でサーブサブレットを組んだりとか HTML の中に Java を埋め込む JSP とかを 使うのががいいいとされれていますす、はいまあ、これは好き好ききで,す、えー、で何が言いたいかというと、ですねこの表では何が言いたいかというとあの、ウェブアプリケーションサーバーを実現する技術、ちょっとあのこれは割とあと広い意味でのウェブアプリケーションサーバーの分類と捉えてください。つまり何が言いたいかというと、サーバーでプログラムを実行するパターン。はい、PHP とか Java。 もちろんパールとか CGI で C を呼び出したりするのもそうでサーバーで実行してそして結果を返してくるっていうパターンとクライアントにスクリプトをガーンと送りつけてきてウェブブラウザの方でスクリプトを実行するっていうパターンがあるという話ですなのでサーバーの方で実行する場合は処理速度が まあ、高速だったりまあまあだったりするんですけど、えー、クライアントの方でやる場合はもう100%ブラウザ依存になってしまいますジャバスクリプトとかあの Java のアップレットとかそうですねさ最近だとあれですよフラッシュとかもそうですフラッシュとかも結局スクリプトをこっちに送りつけてきて、えー、こちらで実行するっていうパターンになっていますね、はい、2>, で 2, つ2つのまあ考え方があるというふうに思ってください で一般的な構造としては例えばこういうのが挙げられるでしょうウェブサーバーの中に PHP でプログラムコードを書いて実行するという形ウェブサーバーがあって PHP があってバックエンドに DBMS って書いてあるのこれはあのデータベースのことですデータベースがあるという形になります。 でなぜデータベースなのかっていうことなんですけど、えっと、昔は、えっと、本当にパールとかでやってる時は、えー、全部パールでファイルで何かあの書いたりとかしてたんですけどちょっとそれだと処理速度的に追いつかないということで今はもうデーータベースを使うのが一般的になっています、はい、例えばこんな。なんで L が ちょっと L が微妙なのが L, L です。ランプ環境。はいえー、Linux、Apache、MySQL。最近、MySQL じゃなくて、MariaDB というのが流行っているらしいね。なんかすごい高速っていう話です。MySQL からフォークしたとかっていう話を聞いて、もうちょっと使ったことあるので分かりませんけど。えっと、つまり、この LAMP、これはあの、えー、頭文字を取ったものです。P はパールだったり Python だったり、PHP だったりすると。 いう話ですです、まあ、こういうのはもう本当にえっとなんかアップとゲットランプサーバー、えー、ハットとかってやるとインストールできたりするので、えー、環境を作るのは簡単ですで Windows であっても何かこう,もう一色たになったのがなんか、えー、ZIP になってたりして、えー、セットアップできたりするので簡単ですはいで他には、えー、まあちょっと前から流行っている Ruby でやるというような、えー フレーームワークもありますちょっとこれは僕はあのまだ使ったことはないんですけどなんかデモとかによるとなんか Web アプリケーションがなんかもう数分で作れるとかっていう話らしいですね。はい、なんか多分授業とかで使ってますよね Ruby on Rails ね。はい、で、えー、世界で一番使われている Web、えー、のウェブログのシステム WordPress っていうんですけどそれは PHP と MySQL を使っています。えっ、ー、と例えば WordPress だと えっと、データベースの中を見ると、うもう本当にたくさんのテーブルがあって、それぞれの記事自体ももちろんデータベースに、えー、格納されます。はい、何が言いたかったこと、これはあの、ウェブのブログの一つ一つの記事もデータベースのえテーブルの中に格納されますと。忘れた頃に起動したりしてね、起動しないですね、す,すいません。えーはい、でこれがあの典型的なあの PHP と MySQL の場合ですね、えー。そうじゃない場合もありますと。最近の流行り。AJAX。これはあのさっき、えー、2つの分類があるっていう話をしましたね、えー。それの2つ目。クライアントでスクリプトを実行する。クライアントでスクリプトを実行するのもあるという場合ですね。えー、つまり何が言いたいかと,いうと、Web アプリケーションサーバーとデータベースがあるっていうのは同じなんですけど、同じなんですけど、 えー、ウェブサーバーから JavaScript がガーッて送られてきますとで JavaScript の中の組み込みの、えー、HTTP を要求するやり取りするクラスがあってそれで、えー、非同期にさまざまな描画をするという形です、えー、つまり、えー、ウェブアプリケーションサーバーで動く部分とローカルの JavaScript で、えー、ダイナミックに動く部分っていうのがあの。 くっついた感じになりますね。えー、なのでこれは、えー、まあ皆さん日頃使っていると思うんですけど、リロードなしであのウェブサイトが変わっていくパターンってありますよね。どんなんがありますか。はい。こんなんです。はい。こんなん。これリロードしなくてもあの地図が描画されますよね。これは、えー、もちろんグーグルのあのウェブアプリケーションもあるんですけど、皆さんの PC のな PC の JavaScript のエンジンがガンガンとこう秒がダイナミックに変えているっていう話です。はい、検索するときもなんか出ますよね。こう昨日ね、僕今日取って検索しようとしたら京都市バスとか出てくるのはいいんですけど、なんかこの下の方にあのおぼかたとか出てくるんですよね。これ多分あの系やからこ小冒険なのか知らないんですけど、まああのまあこういうのもあると。これ多分あのこれも本当に、えー、これこそダイナミックですよね。ジジネーターを反映しているわけですよね。 これはこれもクライアント側の JavaScript でやっているともしかしたら僕は関西にいているということをちゃんと認識してクズハモールとかっていうのを出してるのかもしれないですよねこれはもう本当に AJAX の典型的なパターンですねはいでここまでで Web アプリケーションサーバーの話をしてきましたで HTTP とあとはその ウェブアプリケーションサーバーでサブミットしたときにどうなっていくのかとかっていうそういう話をちょっと理解していただけるといいと思いますが、まあこの辺たりは復習です。で、こっからですね。こっからちょっと気合を入れないといけないんですけど、ウェブでどう認証するのかっていう今更ながらの話をしようと思います。HTTP はステートレスプロトコルだというふうに言われています。これどういうことなんでしょうか。 えー、ステートフルじゃあステートレスじゃないステートフルっていうのは一体何なのかっていう話なんですね、えー、でステートフルっていうのはどういうことかっていうとサーバーがクライアントの状態を把握しているっていう話です、えー、じゃあえっとはいじゃあ例えばこれステートフルサーバーねこれねステートフルサーバーで私何とかさんですがはいはいわかりましたあれくださいどうぞこれじゃあ送りますと でさようならっていうふうになるんですけどちょっとこれ,これだとなんかステートフルのありがたみがちょっとわからないんですけど、えっとですね、これはこの間中ずっとこのサーバーがクライアントに何を渡したかとか何をもらったかとかって記憶しているっていうそういう状態なんですね。でこれがステートレスになったらどうなるかっていう話なんですけどそれは後でやります。で例えば、えーとえー、メール皆さん送,送る プロトコルなんですけど、えー、皆さんは多分メーラーで送ってるんだと思いますけど、あのーまあ、本当はメーラーはこういう、あのー、平文で流すとこういうことをやってるんですよ。えー、最初に、えー、と25番ポート SMTP は25番ポートを使います25番ポートでつながしてくださいと「はい、こんにちはこんにちはローカルホストさん」ってやって、えー、メールをこの人から流します。あ OK、ですでその後 えー、なんちゃらかんちゃらウェピーさんにメールを送りますっていうふうに言うと OK って返しますでその後メールの本文を書きますと、はい、でメールの本文はテストですっていうふうに書いてでその後、えー、じゃあメール送信しますっていうふうにやると,、えー、とこれはステートフルプロトコルなのでこのメールサーバーは誰が誰にどんな内容でメールを送ったかっていうのを全部覚えてるんですよね覚えてる。 これがもしステートレスになったら、えー、この誰が誰にメールを書くっていうのを一気に書かないといけないんですよね。まあちょっとまたこれは分かりにくいですよね。わかりにくい。じゃあちょっとあの多分ハンバーガーショップの話をしたら一番分かりやすいと思いますので、えー、とそれをしようと思います。はい、じゃあのステートレスマクド違うかステートフルマクドね、はい、ステートフルマクドの説明をします。 えー、こんにちは。いらっしゃいませ。あ、マクドじゃないですね。すいません。なんとかバーガーようこそって書いてあってハンバーガーセットお願いします。で、サイドメニュー何になさいますか？ポテトでドリンク何になさいますか？ジンジャーエールで普通ですね。これね。これが普通ですよね。で50円でドリンク l サイズにできます。m でいいです。はいで以上でよろしいですか？はいですね。これ普通ですよね。これがもしステートレスになったらどうなるか、つまり、えっとお店が客の状態を覚えてない場合どうなるかですよね。 もうう腹立ちちまますよよここんにちはいいらっしゃいませなんとかバーガーガそでハンバーガーセットお願いしますで。サイドメニューな,さいな何になさいますかハンバーガーセットをポテトでお願いしますって言わないといけない。つまり、えっと、ハンバーガーセットを頼んだっていうことを覚えてないわけです、この店員は。 じゃあ次ドリンクは何になさいますかハンバーガーセットポテトジンジャーエールでお願いします50円で S サイズにできますがハンバーガーセットをポテトジンジャーエール M でお願いします以上でお願いしますで以,上でお願い以上でよろしいですかって言われても「はい」って言えないんですよハンバーガーセットをポテトジンジャーエールでお願いします以上かしこまりましたっていうのがこれがステートレスなんですちょっとなんだかこれ分かりましたねこれでなんとなくね、えー、つまりえっと つまり、ですね毎回、えっと、私は誰です、何かさせてください、私は誰ですってな毎回言わないといけないんです。なので、このシステムで、えー、ウェブで認証するというのはこうすごい難しいことなんですよ。まあ、すごい難しいというかこう、原理的に難しいんですよね。はい、覚えてないからっていう話です。で ここであの当然すごい疑問が起きてきますよね。ちょっとこのなんかこのなんかなんかこの,このあすいません。これ疑問が湧いてきません、ね、なんでじゃあス,トレス,トレステートレスにしたんやっていう話ですよ。はい、え理由、えーっと、ウェブサーバーは世界中からアクセスが来ますよね。そのの時に例えば100人の 100クライアントの状態を覚えておくっていうのはこれは、えー、まあ多分すごいサーバーを立てたらいいのかもしれないんですけどどんなサーバーにも限界がありますよね。接続数に限界がま接続数というよりかじゃあサーバーを増やして何かやればいいじゃないかっていう話ですよね。えー、じゃあ100 1>, 1サーバーあたり100クライアントの状態しか覚えられないならじゃあ2台にして200クライアントを覚えればいいじゃないかっていう話になるんですけどその場合何が発生するかっていうと2つのサーバーで2つのサーバーで合計200クライアント相手にしないといけないわけですから2つのサーバーで200クライアントの状態を同期しないといけないですよね。わかかりますか つまり何が言いたいかっていうと、えっと、クライアントの方はどっちのサーバーとか言えないわけですからね、はいあのえー。じゃあ複数のサーバーでクライアント状態を同期するっていうのもこれはこれはこれでなんかあれですよあの並列分散処理とかってあったでしょ高かだか高だか何とかってなって効率が悪いわけですね。なので えー、いろいろ議論があったそうなんですけどもう HTTP、Web はシンプルにいこうとそれぞれのリクエストだけを処理するアーキテクチャが採用されてつまりそれがステートレスだという話になります、えー、ステートレスなプロトコルですじゃあステートレスなプロトコルで認証するにはどうしたらいいのかという話なんですねどうしたらいいんでしょうかはい、えー、こんなん見たことありますよねこれどっかで見たことありますよねこれ はい、これベーシック認証というふうに言っています。これベーシックというだけあって、H. T. T. P. で標準的に実装されています。で、これは、えー、っと。あの、結局ステートレスなんですね。ウェブはステートレスなんで。結局のところ、これは何をやってるかというと、一回認証されると、その認証情報が。えー、H. T. T. P. のリクエスト、あ、このヘッダーの中に埋め込まれて。何回でも結局、何とかです、何とかです、何とかですというふうにやってるんですよ。 ユーザーの方にはあのこれ1回だけで済むんですけど、えー、とウェブのクライアウェブのリクエストとしてはもうおん同じことをやっています、はい、どっかで見たことありますよねこういうのねこれ何が問題なのかっていう話なんですねはいえまずあのいきなり困難が出てきたらびっくりしますよねはい次、えー、じゃあ誰か1回認証して他の人が 同じパソコンを使ったら認証しっぱなしになってなりすましができますよね。これまずいですよね。はい次、ログアウト機能がないんですね。ブラウザを閉じないとログアウトできません。で次、これはあくまでもサーバーがクライアントを認証する一方向の認証です。なのでこういうのが出てきたとしてもあんたが本当にこのサーバーなのかっていうのをクライアントが認証することはできません。つまり罠のサーバーだったりとか嘘,嘘っぱちのサーバーからこういう認証が 私は何とかサーバーですとかっていうふうな認証ができないということですはい、まあ、ここまではああそうなんかって感じなんですけど、えー、と次がすごい深刻ですユーザー ID とパスワードがベース64に変換されて送信されますちょっとまだもしかしたら深刻じゃないかもしれないんですけどベース64はあの誰でも復元できます、はいえー、つまりですねこのベーシック認証のトラフィックをキャプチャーして ベース64のところを抜いて復元したらユーザー ID とパスワードがバレてしまうってことでこれ暗号化されてるとは言わないんですよ。はい、なのでう、えー、しで、ね、皆様の、えー、と近くでベーシック認証のサイトがあったら、えーまあね、あこのウェブサイトの管理者は何をやってんねんと思ってください。はい、でこれをじゃあ,あのまあちょっとましにする方法はダイジェスト認証にする。 パターンダイジェスト認証っていうぐらいなんでこれはサーバーからのチャレンジデータをえーやってそれをそれとユーザー ID とパスワードを一緒くたにガツンとやってハッシュを送るっていうパターンですこれだとハッシュ化されてるので、えー、とベース録表みたいにデコードされるっていう心配はありませんあと一つやり方ありますあと一つはまあベーシック認証のままなんやけどもえっ、ー、と この HTTP じゃなくてサーバーをとりあえず HTTPS にするっていうパターンもあると思いますで一番やばいのが何回も言っている HTTP でベーシック認証っていうのはこれはもうあの平文でユーザー ID とパスワードを流しているのと同じです、はい、でこれはあの何て言ったらいいですかねあのまあベーシック認証っていうぐらいなんでもうあの本当にウェブサーバーのコンフィグをプブっとやったらできるんでまああのやりがちなんですけど まあ皆さんは使わないでくださいお願いしますはい次で今はベーシック認証の話はこれ結局あの HTTP はステートレスなんで何回も何回も何とかですっていうリクエストを投げつけてるっていうやり方でしたそれはあんまり賢くないのでじゃあクッキーを使いましょうっていうやり方ですでクッキーとは何から何なんですかっていうところから始めますでクッキーは RFC6265 で え定義されていまして、これはですねあの何かという話なんですけど、これはあの本当に小さな情報です、小さな、4キロバイト程度、ウェブアプリケーションサーバーの方で生成されて、それをウェブブラウザの方で受け入れるような形になっています。実態はははは後でで言いいいいますすけど変数名と値の組です例えばはいはい、はい ましたね、えー、楽天市場を僕が、えー、と見たときにどういうパケットが流れているかなんですけどえっとちょっと見えにくいですかねちょっと見えにくいかもしれないのでこれをもうちょっと大きくするにはどうしたらいいんやってあんたは僕はそういえばでもこのズームいいんじゃないよな。 いや,いやズームインで大取る一緒やんはいまだ見えへん、えー、はいでこれは僕が楽天市場を見たときですでこれ,でこれハイパーテキストトランスファープロトコルって書いてあるんですよで,でホストが RD 楽天 COJPRD っていう時点で怪しいんですけどまあそれはいいです で今日見てほしいことは、えー、ここです、ここ、ここ、クッキー、なんちゃらかんちゃらって書いてあるよね、でここが、まあ、クッキーの一部、でこのような、えー、変数名と値の組のデータが、えー、ウェブブラウザの中にあのちょっとずつちょっとずつ、えー、蓄積されているっていうような形になっています。はい、ね、これ見るとこう、ID って書いてありますね。 ID とか T とかか、はいはい,、はい、いろいろありますよね、はいえー、例えば京都大学のウェブサイトを見た時もクッキーが使われています。といってもあの特に何かあの僕らの何か、えー、特定をしようとしているのではなくてこれはもう本当にブラウザが日本語で表示しているかどうかという話です。で このクッキーを受け入れたブラウザがもう1回京都大学のウェブサイトに行ったらこのクッキーの状態を見て日本語で表示するという形ですねもちろんここ,がここが違うパターンになってたらそれなりの処理をするということだと思いますねはい、他にクッキーには有効期限があります。有効期限が この時刻を過ぎるとこのクッキーはもう有効ではありませんというふうな定義がなされています。はいはい、これツイッター関係の話ですよね。はい次、えー。セキュア属性というのがあるアカウント Google ググコムこれは HTTPS のそ、えー、通信の時だけクッキーを送るというやり方です。まあ、そうじゃないとまずい時ありますね。えー、つまりこれはアカウントの え情報をやり取りするわけですからその時に必ず HTTPS の時にさまざまなユーザーに紐づいた情報を送受信するという取り決めがここでなされているというふうに考えてくださいは。いはいこんなんもありますユーザー ID をクッキーの中にこれが本当にユーザー ID になるかどうかちょっとあのもちろんこれ,はこれはスライドシェアに行かないとわからないんですけど。 えー、スライドシェアの中ではこのようなクッキーを生成しててブラウザに送りつけています、はい、なので例えばこれはあのスライ僕がもう一回スライドシェアを見に行った時に自分のアップロードを見たりとか、えー、リレイティッドなコンテンツを見たりするっていうそういう動的なあのページの生成に使われているというふうに考えることができるでしょう。 はい、で通信は、えー、もうさっき楽天の時に見たようなセットクッキーなんたらかんたらとかというのでサーバーから送られてきます。でウェブブラウザからは、えー、ウェブブラウザからはですねあのあ対応するドメインであれば送り返します例えば Google クロームではどんなものが、えー、クッキーの中にあるかと言いますと。 はい、アクセスしたウェブサイトにより作成されるファイルだというふうに言ってますサイトの設定プロフィールの更新とかいろいろありますと。でここには他にもいろいろどんなものが、えー、どんなものがどんなものがあるか JavaScript の話とか、えー、現在地が保存されてるとかこうよくよく見るとちょっとこれまずいなんか気持ち悪いなって思うようなことも 保存されているということがわかりますね。はい。あそうかここやクッキーの管理についての記事を見たかったんです。すみません。はい。はい。でもしクッキーでさまざまないろんな情報が保存されているわけですけど、それをいろいろ制限したい場合にはあの、えー、まあこのような設定をしてくださいという話ですね。 まあちょっとここまで話をしてきたらつまりこれはウェブアプリケーション側でユーザーユーザーというかブラウザブラウザがどんなものを見たかどんな属性をまあ送信したかっていうトラッキングをしているというふうに考えることができますではトラッキングそのものですよねじゃあ例えばこういうパターンを考えてみましょうちょっと小さくて分かりにくいかもしれないですけどこうブラウザがあって で例えばこれは何かあるウェブサイトを見ていてこのウェブサイトの中で別の広告業者のコンテンツを呼び出しているパターンっていうのがありますよね必ず。で,でこれは何かじゃこれは一体どうなっているかというとこのメインコンテンツを見た時のさまざまなクッキーに応じて 広告をこうやって配信するるいうシステムになってるわけですねでこういうのをサードパーティークッキーと言っていましてあれですよね多分あのね石田県の学生さんとかこういうのこういう研究やってますよねど,どうすればこういうのをもうちょっとうまいことできるかみたいな研究やってる人いたと思うんですけど、えー、サードパーティークッキーと言っています、はい、楽天市場ではそれをえー まあ行動ターゲティング広告とかっていうふうに言っていて一応あのこういうことをやっていると無効化するにはどうしたらいいかというふうに書いてあって今これ僕は無効にするとか有効にするとかってステータスになってるわけですけどで注目してもらいたいのがその他のクッキーの利用についてって書いてこれまさにサードパーティークッキーですね。 で楽天グループではグーグルのクッキーとかマイクロアドとかアドバタイジングドットコムとかの配信サービスを利用しているのでクッ,キーの情報をクッキーの情報に応じて広告を配信しているというパターンになりますね。かなり進んでいます、このあたりの技術。でまああの 開発者側から言うとクッキーには二つ問題があります。え、一つはブラウザの設定で、まあ拒否できる。これは開発者側の話です。ガラケーが未対応だっていうのも問題だというふうに言われています。で、まあ利用者側からすると。えー、S. S. L. で暗号化されずに、クッキーの中にいろんな重要な情報が入っていると、非常にまず。え、理由は暗号化されていないので、盗聴されたりとか改ざんされたりするパターンがあるだろう。と。 で後でまた詳しくやりますけど詳しく、えー、クッキーを盗まれるとその人になりすますことがその人というかそのブラウザになりすますことができるのでまずいだろうという話です。例えば、えー、クッキーに、えー、セッション ID っていうのを保存しているとします。えー、セッション ID っていうのは何かというと、えーこのまあ、つまりその、えー、HTTP がステートレスだから、えー、ずっとあの この ABC123 っていうのを持っている人を同一人物とみなすその ID のことですセッション ID というふうに言っています、はい、でまずこれセッション ID を送付して僕はここで一旦認証してその後僕は ABCD123 なんだというふうに言い続けて、えーえー、ウェブでメールを読んでいるというパターンを想像してくださいでもしここでクッキーの中にセッション ID が書き込まれていてそのクッキーを誰かが奪ったとしてね でそのクッキーを送りつけたとしたらあこの人は泥棒やけど SIDABC123 なんやというふうになってメール消しといてという話をしてメールが消されるということもありうるわけです。もうこれこそもな、えー、りすすましですよねでこういうパターンがありますのでクッキーにはこういう問題がありますとただ,ただです、ね、クッキーよりまずいやり方もあります。<laughs> 例えば、えーまあ、さっきの クエリ文字列じゃないんですけど URL に埋め込むこれすごいまずいでこれは履歴とかアクセスログでもバレますね、えー、フォームのヒルンフィールドに埋め込むっていうやり方,やり方もありますがこれもソースを見るいことでバレるのでこれもまずいだろうという話になりますでセッション管理は非常に、えー、これはウェブアプリケーションをやってる人は課題になっていてさまざまなやり方が考えられています、はい、で利用者としてクッキーどうするのか っていう話ですさっきのサードパーティークッキーを受け入れるかどうかえつまりその、えっと、楽天を見てるのにマイクロアドのクッキーを受け入れるかどうかとかっていう話ねそれあの受け入れてもいい人はまあ、インターネットオプションのこの受け入れるにしてください、はい、もちろん僕はあのブロックするにしています、はい、でこれブロックするにしないとどうなるかっていうと例えばえっと欲しい車があるとしますよねで グーグルとかでとか楽天市場とかで検索しますよね欲しい車マツダアクセラスバルレヴォーグとかって検索するとしますよねさそれがクッキーの中にクッキーで保存されて他のサイトに行った時にレヴォーグが欲しい人こっちとかでは出るんです経験ありますよねそういう経験ねターゲッティング広告が有効になっていますはい次 Windows 8えインターネットエクスプローラー 10からは、えー、Do Not Track 要求を送るっていうことができるようになりました。えー、つまりトラッキングしないでっていうことがが標準でできるようになったんですけど、これはあくまでも要求にすぎません。これを無視するっていうことも、えー、ウェブサーバー側でできるできて、えー、アメリカのヤフーは一時この、D、Do Not Track を無視すると発表したというのが話題になりました。でこれはあくまでも Do Not track を要求すするっていうだけですこれデフォルトで Windows 使ってる人はこうなってるはずです。あ、はい、えー、っと、なんか時間がなくなってきたんですけど、もうちょっと頑張ってやりましょう。じゃあ、これらの、えー、問題意識、Web の話、Web がステートレスやっていうのが分かりますよね。 じゃあウェブアプリケーションどんな脆弱性があるのかっていう本丸に行きましょうでまず脆弱性以前の話ね。でこういうのありませんか www なんちゃらかんちゃらメインインデックス HTML、はいはい、でこれ www ispnejp メインスラにしたらどうなりますかとか、えーえー、ここでメイン 何か丸見,えてし丸見えなんじゃないですかとかっていう話ですね。で他にも「なんちゃらかんちゃら HelloHTMLID=101 イコール」って書いてあったらじゃあこれもしかして ID=1021 イコーしたらなんかユーザー情報見れるんじゃないですかとかっていう話ですね。はい次。ワ、えードプレスを使っている人は気をつけてくださいね。えっとワードプレス使ってるとどんなにいろいろカスタマイズしててもソースを見ると必ず WP コンテンツっていうのが入ります。 でこれでつまりあこの人、ワードプレスを使っているんだという話になるのでちょっとこのツイッターの方をなんかこう引用して悪いんですけど、えー、必ずとりあえず WP アドミンにアクセスをするとかという、えー、ことができてしまいますでもしこれを、えー、WP アドミンすらにアクセス制限をしていなかったらまずいですよね、はい、次、ユーザーの自由な発想を侮ってはいけないです、えー、例えばこういうフォームがあったとしてね ここに全角を入れたりとかするなんで序の口ですよ。はいえー、なので、えー、入力フォームにはラジオボタンとかプログラムメニューを使ってプログラマーの、えー、負荷をできるだけ下げるのがいいでしょう。はい、例えばこう日付の話もね、二千十二ゼロ五十八なんか五十八なんかとかこういろいろあるわけですよね。 でこれで分岐したりするとこれはとんでもない話になりますよねこんなことをやるよりもプルダウンとかラジオボタンにした方がいいだろうという話ですで他にも開発手法によってこの辺りの,あのサニタイジングっていうんですけど後でやりますがサニタイジング手法いろいろありますので手法を抑えましょうという話ですまあこの辺りはちょっと脆弱性以前の話ですじゃあ脆弱性三つありますので一つ一つ 押さえていきましょう。一つ目、クロスサイトスクリプティングです。これはウェブアプリケーションサーバー上で悪意あるスクリプトが実行されるっていう話です。例えばこのお名前っていうところに、こう普通はね、ここにこうなんかタロウとかって送信とかってやるんですけど、タロウじゃなくて、例えばタロウの後にスクリプトなんちゃらかんちゃら。 このようにやったらどうなると思いますかこれ。これこれは JavaScript の j a v a s なんですよね。これやったらどうなるかっていうと、こうなるんですよね。これがポップアップのメッセージです。で XSS って出ます。でこれはつまり、えー、とポップアップが出るっていうのが大事なんではなくて、スクリプトが実行できてしまうというのが問題です。 スクリプトが実行でできてしまうといういのが問題です、えー、つまり、えっと、いやここの中はどうでもいいわけですよ。スクリプトタグが入ってしまう、はい、あの有効になってるというのが問題です。えーはい、じゃあ例えばどういう今の話はどうなってるかということですね。どうなってるかというと、えー、今やといや別にこんなん僕こんなんね特に あの入力しないしとか思うかもしれないんですけどこれを外のサイトと和のサイトと関連連、えー、連携したらちょっとえらいことになりますよっていう話ですはいえー、とここにここにはあ,あの脆弱性のあるサイトがあるとしますはい、ねえー、でその ちょっとここはあのそんなんないわと思うかもしれないですけどユーザーの目につくところに「ここをクリック」とか、えっと「こんなの見つけたよ」とかっていうリンクを置いとくとしますね。リンクを置いとくとしますでこの「ここをクリック」っていうリンクを踏むとどうなるかというと踏むと、えー、x s s j ザク a のあるサイトに飛ばされて。 こうクリックすると脆弱性のあるサイトに飛ばされてスクリプトが実行されるっていうパターンです。で、えー、これは別にポップアップが出るっていうのが問題で問題ではなくて、ここをもっといろんなことができるスクリプトに書き換えることができてしまいます。えー、つまりこれは今さっきと何が違うかっていうと、あのこれは自分が入力したね、自分が入力した。でこんなことはしませんよね普通は。 でもなんか特に脆弱性がないサイトに脆弱性のあるサイトへのリンクとスクリプトへのリンクが一緒になったのを置いといてこれを踏むとスクリプトが実行されるっていうパターンです。ちょっとまだこれだだととまだちょっと深刻じゃないですよねで深刻な理由は自分以外でもやられるっていう話です。 なんかスクリプトタグを入れてるわけじゃないじゃないですかこうクリックすると意図せずにスクリプトが実行されるっていう話ですでこの中身はいろんな深刻なことができるっていう話です、えー、例えば例えばなんですけど、はい、でこれあるあの、えー、写真を管理するウェブアプリケーションですでここにこうコメントを追加できるようになっていますねでこのシステムには えー、クロスサイトスクリプティングの脆弱性があって今こ、えー、このコメントに、えー、っとスクリプトをぶち込んだコメントを入れますはいじゃあ今から、えー、コメントを追加しますはい、はい、こ,こういう感じね そうすると、なんか、これまさにスクリプトが実行されて、例えばここに Google アカウントのユーザー名とパスワードを入力してください、パスワードの変更してくださいとかっていうのを表示して、表示したら、これ、もしかしたら Google アカウント、なんとかアカウントのユーザー ID とパスワードを奪えてしまうかもしれないってことですよね。このような,あのこのような <laughs> ちょっと何か深刻だっていうのは分かってもらいましたか <laughs> こういうことが実際に起こりうるっていう話なんですよ今の,あのコメントは、えー、もう割とこ,こんな感じになっていて、えー、ユーザー ID とパスワードを入力してそれをあのもうぶち抜くっていうそういうスクリプトになっています、えー、なのであのなんかポップアップだけじゃないわけですよね こここういうういいととが起こるという話ですここういういとができてしも現実的にそんな,なんかあの別にそんなスクリプトとか不ま変んしとかって思ってるかもしれないんですけど、えー、と例えば、えー、さっきこれやとワナ「わなサイト」とか「わなサイト」のリンクが、えー、なんかどっかにあったとしてとかっていうふうに言ったんですけどこんなん別に不ま変んかったらええやんとかと思うかもしれないんですけど例えばですね、えー、メール今 HTML になってるじゃないですか。 でそのリンクでスクリプトを送りつけるってこともできるわけですよね。でこの人が、えー、このブラウザを見てる人に HTML メールでスクリプトを踏むような HTML メールを、えー、送りつけたとしたら、えー、スクリプトが実行できてしまいまいす、えー、XSS の脆弱性があるウェブサーバーに対してスクリプトを実行して実行するスクリプト例えばこんなんだったらどうしますか ドキュメント、ロケーション、エイティたアタッカー、クッキー、CGI、クッキー、ドキュメント、クッキー、これは,これはちょっと説明のため、えー、簡単に書いてますけど、アタッカーのサーバー、こっちです。これは一体何かっていうと、アタッカーのサーバーに対して、えー、クッキーを、えーと、このクッキーはどういうことかというと、このサーバーに対するクッキーね、このサーバーに対するクッキーをこちらに転送するっていうスクリプトです。えー、で、このクッキーの中にもしユーザー ID とかパスワードとかいろんな状態があったらまずいですよね。 もしこれセッション ID があったらこれ成りすまされますよねっていう話です。はい、XSS を見つけててしまったらら速やかにに管理者に知らせてくださいであのちょっと前に「XSS を見つけたこれはけしからん」とかっていうのを講習の面前で公開していた京都大学の研究員の人がいてオフィス氏っていう人だったんですけどこれは結構話題になりましたよね、まあ、あのま,たまたググったら分かります。 でもし開発者であれば、えー、ちゃんとスクリプトタグをちゃんとあのこの口パクに変換するようにしてくださいね、はい、PHP やったら HTML スペシャルチャーズとかを使ってください、はい、ちょっとあんまり時間がない感じですけどもうちょっといきます SQL インジェクションいきます SQL インジェクションと一体何か、えー、SQL あのデータベースを操作する言語のことです、えー、でこれは インンジェクショといいうぐらいからか注入するとなのでウェブアプリケーションに想定外の悪意ある入力を注入することでデータベースを直接操作するっていうそういう脆弱性ですでこのことによって何がまずいかというとまずいですよデータベースを直接操作するんやから例えばもちろんデータベースの中の情報が漏えいするあとはデータベースの内容を改ざんされるでもちろんデータベースの認証を を回避できるっていうのもあると思います。で、で、今日は一番、わ、えー、かりやすい認証回避の説明をしましょう。はい、認証回避、あ、違うか。最初は情報漏洩の話ね。はい、えー、いきます。これ太郎をサブミットすると、タ、え、ロ、ー、太を探す、探せっていう S. Q. L. 文を発行します。セレクトなんたらかんたらフロムユーザーウェア I. D.。 イコール太郎っていうのを SQL で投げてそれを返すっていうやり方になっていますこれがあの真っ当なやり方ですいいですか太郎を入力したら太郎クエリーの中には太郎が入るっていう話ですでこのちょっとこのじゃあクエリーをちょっと工夫してどうするかえっと太郎を or a or a イコール a っていうふうにしたらどうなるかそ,<う>そしたら え入力されたものは SQL の中ではこのような感じになります。「太郎」もしくは「a イコール a」となるようなユーザーを全部根こそぎ持ってこいというあの命令ですこれセレクト米印っていうのを何でも持ってこいと「f r o m ユーザーユーザーっていうデータベースから「太郎」もしくは「a イコール a」ってなってるようなものを全部持ってこいっていうふうに言っています。 でこれは、まあ、太郎ははいいいですよねでこう、A、イコール、A、ってことなんなんなんこななれ,これいつでも成り立つからこれは,えこれはなんかいつでも成り立つこれはいつ,かいつ成り立つか分かりませんこれを全部論理演算すると全部持ってこいということと一緒になりますので、えー、これを実行すると、えー、検索結果としてはユーザーデータベースのものを根こそぎ全部持ってくるというような表示になってこれはまあ情報漏えいになるわけですね。はい次 次ですユーザー ID とパスワードで認証するような、えー、データベースのことを考えてみましょうちょっとこれは、えー、本来はこんな,なんかパスワードをデータベースの中に持っとくとかって平文で持っとくっていうのはないわけですけど説明のためにこうしていますで、えー、アンドパスワードなんたらっていうのが本来はいいクエリーなんですけど、えー、パスワードに秘密っていうのを 入力する代わりにパスワードフィールドにこの赤い文字全部を入力するとさっきと同じでこれは一体何かとこうじゃあこれでえ何が起きるかというとこれはこうわけですよねこう何でもいいとパスワード何でもいいということでこれは認証の回避ができてしまうという話です。はいで これじゃあどうやって、えー、対策するのかっていう話なんですけど、はい、これはあのちょっとね分かりにくいかもしれないんですけどあの大事なのはこのハテナだけですハテナだけセレクトフロームなんちゃらかんちゃら ID ハテナパスワードハテナって書いてあってこのハテナのことをプレースホルダーというふうに言っていて えー、もう SQL の構造はもうこうなんだとこ,れここには絶対にテキストが入るんだというような形で場所取りをする考え方です、えー、でだあとでちょっと説明しますけどこの2行目でもうこの時点で SQL 文はデータベースに解釈できるようにコンパイルしてしまいますでその後三3行目で初めて初めてインプットデータを

変にならないというのが保証されているという形です、えー、つまりもうそのここも,あもうあのちょんちょんで保証されているという話ですね、はい、では、えー、SQL インジェクションについての課題を出します、えー、詳しくはパンダを見ていただいていいと思いますけど2008年にサウンドハウスという会社 に対して SQL インジェクション攻撃が起きました。で、その原因事後対応に特にフォーカスを当てて400字程度に、えー、まとめてください。まあと,とにかく報告書を読んでくださいという話です、はい。で、報告書はあのこのパンダに書いてありますので、えー、まあ、読んでサブミットしてくださいという話です。はい、最後クロスサイトリクエストリクエストフォージェリーです。 これは日本,語で日本語で分かりやすい言葉で言うとリクエスト強要攻撃ですえつまり利用者の意図に関係なくウェブサイト上で重要な操作を行わせる攻撃のことです。重要な操作って何ですかね例えばそうですねあのいやなんかねあるでしょうえっとネットで何か決済するときに 二回押さないでくださいってあるじゃないですかあれ重要な操作ですよでもしね結局は HTTP なんでねあのボタンを押すっていう操作に対応する URL がバレてたらねどうなりますかその URL を二回読み込んだだけでスカスカっと、えー、注文が二回できてしまいますよねボタンを押さなくても、はい、つまりユーザーがボタンを押すっていうそのユーザーの意図に関係なく 重要な操作を行わせるってことはよく考えたらできてしまいますよね。前提は前提はです。前提はまあ例えばアマゾンでもいいです。僕はアマゾンにログインしているとします。そしたらアマゾンとの間でクッキーの送受信があるわけですよね。クッキーの送受信があるわけですよね。でその状態が前提です。その状態で例えば、えー、攻撃者がまあ例えばこの人に この人にあの HTML メールを送るんでもいいしなんかあのこんなのあるよとかってなんか目につきそうなウェブサイトを立ち上げて見てとかって言うんでもいいです何でもいいですそんなんないやろうじゃなくてできるっていうのが大事なんです、えー、じゃあわサイト罠サイトに例えば、えー、例えばですね「AmazonCOJP バ、え、イ、ー、OK」とかって URL があったとしてねその URL を踏ませるとしますよね。 そしたらもうログインされててバイ OK とかっていう操作が起きてしまうと僕自身は別に買うつもりはないのに買ってしまうみたいな話になるわけですよね。はい、他にもあります例えばパスワード変更が こういういパスワード PHP、はてな、ニュー、パスワードなんたらかんたらっていう URL なんであるっていうのがばれてるんだとしたら、ねこの URL をどっかに置いておいて踏ませたらできてしまいますよね。ログイン中であればですね。同じで、買い物の話とか、大会も同じです。サブミット、大会イコールトゥルーとかっていう URL だっていうのがばれてるんだらね、まずいですよね。 他にもこ最近問題になってるやつです。わナサイトを閲覧するだけで掲示板に書き込みするっていうパターン、えー、つまりクリックするとこのようなスクリプトが実行されるわけです。えー、と ExampleJP ポスト CGI メソッドポストで、えー、この犯行予告なんとか小学校を襲撃するとかっていうのをあの、えー、も,うふもう踏むと。 書き込んでしまうっていういパターンねでこれはつまり、えー、掲示板の方にそういうういい脆弱性があるっていうことですねこういう URL こういうスクリプトを踏んだらもう書き込んだと同じになるっていうねユーザー認証も何にもないような掲示板だったらこれを踏んだだけで書き込むことになりますよね。で最近最近というかもうこれだけだとダメなんで、えー、見るというかクリックするっていうだ,だけじゃダメなんで最近は この上にかこの上にボディーオンロードドキュメントフォームサブミットとかっていうのを入れて見るだけでサブミットするっていうのを仕込むパターンもあります、はいはい、実例ミクシーで二千五千僕はまちちゃんっていうのが流行ったの知ってますかこれはえっと僕はまちちゃんっていう日記が拡散して、えー、これミクシーなんでまあ友達がこんなん書いてるわとかってここクリックしたらまた 自分の日記に僕はまちちゃんっていうのが書かれてプラスこれも書かれるっていうパターンね。えこれはつまりみんなログイン中なわけです。みんなミクシィにログイン中でここをクリックすると僕はまちちゃんっていう日誌を書くっていうこう URL になってるわけですよ。リンクを踏むと同じことが拡散されるっていう話でこう2005年やからもしかしたら皆さんね知ってるかもしれませんよね。はい、えー、次です。 横浜市の市民からの提案投稿用フォームに襲撃予告っていうのをやったっていうこれ去年あったやつですこれはもうさっき説明したログインが不要なウェブに対して2チャンネルでこういう小ネタがありますとかで踏ませて踏ませると罠サイトに行ってその罠サイトをもう見るだけでドキュメントサブミットオンロードとかっていうのになって書き込まれるというそういうパターンです。つまりこのの横浜市の投稿用フォームに ククロススサイドリクエストフォージェルの脆弱性があったという話になります、はい、対策です対策は本当にあんたがやったかどうか本当にあんたが意図している操作かどうか確認する必要があるわけですよね。はい、でよくあるのがもう一回入れてくださいもう一回パスワードを入れてください、はい、画像認証してくださいっていうパターンこれはまあまあ有効かもしれませんね、はい。リクエストに秘密情報を埋め込むっていうのもやり方もあるでしょう。 でリクエストがどこから来たのかっていうのをチェックするっていうパターンもあるんですけど、えー、ブラウザの設定によってはリファラーを出さないとかウェブサーバーの設定によってはそういうのが、えー、無駄になってるパターン、えー、無効になってるパターンもあるのであまり有効ではありませんで、えー、ちょっと3つ駆け足になってしまったんですけどウェブアプリケーションの脆弱性は次々と発見されていきます、えー、でこれは対症療法ではだめですのでもう最初から 脆弱性を意図した実装ができるようになりましょう。はい、参考書こんながあります、はい。ヘッドファースト。はい、こんなんもあります。これ有名です。いわゆる特丸るもんです。で、えー、水曜日の15時からこの本を題材にウェブセキュリティ勉強会を開催しますので、興味のある人は来てください。はい。で、今日は。 HTTP のステートレスって何か理解しましたがステートレスバーガーショップの話で一発ですよねえクッキーには何が保存されているか分かりましたが、はい、SQL インジェクションどん,どんだけ怖いのかっていうのは後で、えー、課題でやってみてくださいはい、えー、ちょっと時間があの駆け足になりましたけど、えー、以上にしましょう質問がある人は残ってくださいお疲れ様でした